平尾に阿部亮、そして福澤、まずは最初の得点、茨城ロボッツです。平尾はトラトリーニに入れて、これで1点差。ジェイコブセンのリバウンドです。お縦鶴巻、ここもフィニッシュいきました。同点。島根が今日も抜けるかなというような雰囲気もありましたけれども、ここは鶴巻で、そうですね、ちょっとディフェンスの戻りとかが島根遅かったですね。はい、そうですね、ビッグラインナップですね。エマーン、ジェイコブセンリードです。平尾からジェイコブセン、中村、平尾、平尾ドライブ、おお決めた、ねじ込んだ。一度聞いたあたりから、はい、両チームともに、まあ、止まらなくなりましたよね。そうですね、このプレーの平尾選手も、もうすごいって言う。さあ、それを見て安藤は早いリスタート。ケイ、トラビス、おトラトリーニが手を出す。そして前、平尾、平尾決めた。奪って、はい、中村選手もよく出しましたし、うん、よく取ってそのまま行きましたね、はい、ここ、うん、もうボールは平尾、ここはミスマッチ、おお2ポイント。またこのピックアンドロールからの崩しが茨城は非常にいいですね。はい、この本気ですよね。ジェイコブセンスリーポイント、おーバンクショット、タイムアウトです。ペナルヘッドコーチに最初から狙って打ったんですという顔をするところですが、はい、どうしても隠しきれない。もらった時からまあ狙ってはいましたよね、うん、はい、シュート自体は、はい、うん、まあ、ボードを狙ったかどうかはちょっと本人に聞いてみないと分からないです ね、うん、そうですね。あ、プレッシャーはかけれているので、はい、そのスクリーンに対してですね、おそれを待たずに平尾でした。タイムアウト、抜けて、うん、平尾のシュート、平尾が背負って、平尾ジャンパー決めた。平尾はこのやり返しましたね。このシュートは2点、58点目、茨城4点リード。おお前抜けた、もういった、平尾いったのは感じますよね、今度トラストリーニにリボード、平尾アタック成功。ジェイコブセンに沿って平尾立てて決めた。